札幌都市圏衛生写真札幌都市圏とは、政令指定都市である札幌市を中心とする地域で札幌市と周辺の衛生都市をまとめて指す呼び名である。なお、一般的な定義の詳細は都市圏を参照。札幌市及び周辺市町村による複合的一部事務組合として札幌広域圏組合がある。構成している自治体は以下の六市一町一村であり、 石狩管内の全市町村が該当する。人口は約231万人。都市機能的な枠組みでは石狩管内に限らずに必要に応じた枠組みが用いられる。総務省の連携中数都市圏の制度に基づき札幌連携中数都市圏を形成する。連携中数都市の札幌市が小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、江庭市。 北広島市、石狩市、東別町、新市の津村、南幌町及び長沼町の関係なら市三町一村と連携中数都市圏形成に係る連携協約を締結している。県域の2015年人口は約260万人。札幌都市圏の範囲。藍色は中心都市。2015年国勢調査に基づく札幌市の 都市雇用圏の人口は約236万人。中心市は2000年国勢調査までは札幌市一市のみ、2005年以降の国勢調査では札幌市と小樽市。通勤率が最も高い自治体は石狩市の43.1%であり、以下は通勤率上位5つの自治体である。都市圏の変遷総務省統計局の国勢調査の統計表で用いられる。 地域区分では、周辺各市町村の15歳以上の人口の1.5%以上が札幌市に通勤・通学している場合、札幌大都市圏含まれるとみなしている。2000年国勢調査に基づいた人口は250万9530人。2005年のそれは260万6214人。札幌市の小売り証券を札幌経済券とすると、 人口約340万人を要すると見られている。道庁はこの経済圏を同王圏と名付けている。札幌経済圏を構成しているのは以下の市長。北海道は東北6県に新潟県を加えた面積とほぼ同等であるが、その半分にも満たない道南から同王にかけての地域に道内人口の8割程度が集中しており、防衛。 資本をはじめその他道内を管轄する政府機関も置かれるなど行政の面で札幌都市圏の拠点性は高い。また、北海道全体で見た場合も南東北3県やデンマークとほぼ等しい560万人の人口と約20兆円の GDP を要し、札幌市には道内企業の本店や道外企業の支店が多数置かれるなど経済面での拠点性も高い。 通勤を基準とした都市雇用圏による札幌都市圏としても2010年の域内総生産は7.4兆円であり日本有数の規模であるこのように北海道においては札幌市を中心とする地域への一極集中が進んでおり周辺の経済関係が深い市長とともに札幌経済圏とされている近年北海道経済の衰退とともに 札幌経済圏の経済的地位が揺らいでいる。また、札幌経済圏と比べて、旭川経済圏、函館経済圏、釧路、道東,東経済圏、十勝経済圏との経済格差に顕著な開きがあり、行政、医療、教育といった住民サービス等で市民間に差が生じている。北海道は、北東北三県と、北海道、 北東北知事サミットを開催し、道と三県の合同事務所を海外に設置するなど、東北地方との関係を深めており、後輩経済圏の拡大が見られるか注目されている。また、北海道新幹線が建設中であるが、将来的には、東北地方との間の交流人口増大や、後輩経済圏の拡大が期待されている。ありがとうございます。